森の洋館に泊まりに来た俺たち。しかしそこで館の主人が殺されてしまった。手元のスマホには友人の電話番号しか登録されていない。とにかくその番号に通話することにした。私の役職はまあ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 、これもう開示しちゃった方がいいんですかね、お互いに。あ、開示した方が得になる感じでした、ペンさん、もしかして。いや、それはちょっとどうかわかんないですけど、これ言っていいのかな。あ、いや、ちょっとまだやめときますよ。あ、じゃああれですね、次の会議行った時にちょっとあぶり出し用で、はい、役持ちかどうかだけはお互い確認しときますか。あ、それはありかもしれないです。オッケーっす、オッケーっす。俺はなしっす。ちな、なんか誰か近くにいたりする？もうめちゃめちゃ開幕ロボロさんが目の前にいました。あー、それ粘着されるから離れた方がいいかもしれない。あれ？こちらがロボロさんとシエ君がいるわ。いや、そこ危ないっすね。そこ危ないですよ。そんなところ、そんな卑猥な場所に黒田さん、いちゃいけません。ちょっとピンク色だった、今背景が。シャオさんは役職はありますか？僕はね、村ですよ。あー、村かー。まあ、村じゃなくてもそれって言うよな、最初は。これ、通話相手のこと信用したいけど、それもできないっていう。あ、どうもどうも。まあまあ、これから僕らは仲を深めていこうということで。そうだね。あ、ペンさんだ。うわ、これなんか、シャオさんと死神くん通話してそう。あー、なるほど。いいぞ、いいぞ。もうこの感じ絶対そうだわ。ペア明かさないのもね、まあ、ちょっと賢い動きっちゃ動きですからね。チノさんとペイトさんにダルガラミしてるんですけど、これなんかハンドくれるかな。え、これもうやりてぇ。ダメですよ、まだダメですよ。あれこれもしかしてロボロさん、ロボペンペアか。ロボロさんは粘着してるだけなのかもしれない。そうかもね。こんな多分ぐるぐるしないと。あ、どっか行ったわ。あ、でも離れた。違うかな。いやー、あの変態わかんないんだよ。あ、死神くんから見てもロボロは変態っていう。あれなの。変態っすね。あ、大先生いた。え、嘘。あ、本当だ。おいっす。おいっす、おいっす。これどう一緒にこうなんか行動してる感出しておいた方がいいのか、それとも人を探してる感出しておいた方がいいのか。わあ、まあ一緒にいるメリットって正直あんまないっす。そうっすよね。今、ま、なんとなくすれ違っといた。もし互いがなんていうんですか、もう互いに白確定だなみたいな感じだったらワンチャンありっすけど、まだわかんないっすもんね。まだふわってますよこれ。黒くねえなんか。あれ、ペンさん黒っすか。俺のでも俺黄色なんで。それ言ったら俺青っすよ。ちなみに、はい、アイテムって何持ってる？え、あー、これはまあでも村人同士だったら言っても問題ないのか。俺 M 僕はこれですね。ああ、違う、外した。あ、あっちだ、あっちだ。人と人とのつながり大事にしていきたい。いや、これ大事、ほんと人脈で決まるこのゲーム。そしてこの世界。え、なんか譲ってくれてる。え、会議ではペア関係なく話し合いすることができます。会議に参加できるのは3人までです。また会議室内での殺し合いは禁止なので、思う存分話し合ってください。いかがですか。いや、もう2人とも役職がいないから、まあ、え、なしなんすか。うん、村人だった。はい、僕らも役職なしで、村人で。あれ、じゃあ誰か嘘ついてね。ちな、まあ、ペンさんは俺の相方なんですよ。え、ちな、あ、そうなんだ。誰も預言者とか言ってないってことは、ここに来てなかったペアが探偵と預言だった説濃厚ってことですかね。そうですね。でもね、さっきね、シャオロンさんがね、扉の前にいてね、譲ってくれたんですよ。え、なんだそれ、怖っ。あ、シャオさんが僕の相方なので僕が入ってた。あ、なるほどね。あ、そういうことか。はい。お、ということはということは、まだ何もわからない。まだ何もわからない。また5分後に。またね。はい、ありがとう。なんとなくでも虎蔵さんの相方な気はしたんですけど、ちょっとまだわかんなくて。ああ、でもなんか今ペアっぽくなってるな。そうですね、ペアっぽくなって。あ、クロノワさんとチーノさんなのか。チーノだね。
あ、じゃあ見えてきましたね。大先生はペイントさんと、うん、あのペアだって言ってたので本人が。あ、言ってたんだ。はい。なんかそれ以外の情報ってなんか出てきた？全くありません。もうなんかね、全然何も分かんなかったです、結論だけ言うと。え？なんかシニさんとトラザさん来たんですけど、はい。もうなんか相方が役なしだって。いやもう絶対嘘ついてるやついるじゃん。そうなんですよ。それかワンちゃん来なかったあのクロナさんとこが2人予言と探偵だった説。いやつかもう人狼数的に絶対いますからね、ここの中に。人狼2で固まってるとこないの？いや、あるかもしれないですよ。いやなんとなくなんですけど、人狼って最初の会議入りたい気はするんですよ、うん、あ、そうなんだよね。そうですよね。最初入りたがる節はある。だからまあ、トラ打つどっちかはちょっと怪しく見たいなっていう。そうだね。で死神くんは割と率先して入ろうとしなかったから、まだまだ、はあ、なるほどなるほど。あのペイントたちが見当たんないですね。いや、ほんとだ。大先生と怪しい。でも人狼も相方わからないはずだから。そうですね、人狼同士でさえ、まあ、でも動き出すとしたらこの会議室に入ってった3人のグループだと思うんですよ。間違いない。ああ、どうしたどうした、まだペイントさんとはぐれて、 なんで孤立してるんだ。なんではぐれてんの？孤立してるの怖くないですか？あーっとおっと、あ、やっぱり大先生一人で行動してるわ。いやでもペイント、まあそっか、一人で、いや死体がワンチャンないかを。そうだね。え、ペンさんのことやったワンチャン？わ、ゼロじゃないですね。この会議後から見てないよね、ペンさんのこと。見てないです、全く。やば、怖っ。どっかで死んでるのか？大先生また来るのか？もうペイントさんは来ないスタイル？あ、そっか、さっき入ったんか。そうです、そうです。おい、あ、ここじゃねえ。どこだ？走らなければ。くっ、遠い。全然かかってなかったから。これ入っちゃいますね。あ、どうぞどうぞ、行っちゃってください。俺、チーノと話したかったわ。あ、はい、はあ、なんすか。なんか、あのさっき俺会議参加したんだけど、なんか聞いた感じ、はい、なんかチーノのとこに役持ち固まってんじゃねみたいな感じになったんだけど。お、そうっす。あ、そうなんや。僕らのとこに預言者がいまして、うん、探偵はいないの？探偵はいないっすね。あ、じゃあ隠れてんのか。預言使ったん？予言をもう使ってます。あ、誰？で、お互いに、うん、まあ、黒ノアさんとツアペアなんですけど、お互いに白だということを確認しました。あ、ノアさんに言ったんだ。はい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 。あ、そういうことね。てかさ、今回ペンさん見た？うん、見てない。そう、それでペンさんね、隅っこにいる。なんで？いや、なんかよくわかんない、ペンさん隅っこにいる。いや、なんかワンチャン、このさ、なんかよくあったじゃん、通話に入りたがるやつ、人狼説みたいな。あったあったあった。え、最初の会議のやつちょっと。そう。で、2回連続で入ってんだよ、こいつが。いや、だって情報取らなきゃ。いや、まあそうなんだけど、人狼探しに来てる人狼みたいな。うん、最初の今し白角確定して殺すべみたいな。探しに来てんのかなっていうふうに見えた。で、ペンさんも実はもう殺してんじゃねみたいな。生きとるが。ある。じゃあ次さ、ペンさん、表に出てくるように言ってよ。あ、いいよ。大先生がチーノとクロノアさんのところに役持ち固まってんじゃねって言って、はあ、確かにあの中に預言者がいるらしい。え、あ、いるらしい。うん、チーノが言ってた。いる、うちに預言者いるって。うちのどっちかは預言者だと。で、お互いに打って白だったって言ってて、はい、あー、まあそうか。ちなみに会議中ペンさん見た？いや、マジで見てないです。僕走り回っちゃって、見てない。しかも探すために体力使っちゃった。そうなんですよ、お腹減っちゃって。やばいね。最初に通話入ってさらに入ってきてる大先生が黒の仲間を探しに来てんじゃねえかっていう説がちょっと俺の中であって。あ、大先生は黒で、そうで、実はもうペンさんもぶっ殺してんじゃねえかっていう。ありえるありえる。だってさすがに見なすぎるもん。そうで、ペンさん隅っこに隠れてるみたいなこと言ってたから、あ、じゃあそれが本当だったら表に出してよって言ったから、はいはいはい、ちょっとペンさんの姿を確認しに行こう。あ、そうですね、それを探しましょう。で、生きてたらまだまだあれだけど、これで本当に出てこなかった、うん、あれ、うわ、これはなんだ。あ、いた。お、あ、本当だ、いた。あ、いるわ。え、いますペンさん。うん、ペンさんいるわ。え、マジっすか、生きてるんだ。ほんとだ、生きてたわ。
おい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 、ペンさん、まずいことになりました。え、あまりにも皆が、ペイントさんいなくねっていうことになって、はい、本当はお前殺しただろペイントさんをよっていうことで、俺に今自分の歌に投げられてます。ペンさん出てきてください。ペンさん出てきてください。もう一個情報があって、はい、あれっすね、チーノとノアさんとこになんか予言者がいたらしいっす、はい、やっぱ。なるほど。で、なんかお互いというか、どっちがどっちか分かんないんですけど、ペア同士で占い使って互いに白を確認し合ったみたいな感じらしい。あー、びっくりした。あ、でもこれで誤解は解けたんじゃないですか。解けたね。あー、よかったよかった。ほら、ってことはもうロボロトラゾー、あ、ロボトラ、ワンチャンありそうですね。死にシャオもあるな。ロボロさん見えなくない？え、死んでる？え？ちょ、見に行きます、ワンちゃん。そっち側、トラゾーいたんで、そっち側で殺しが起きてるなんてことは。なんか、さすがにねえよな。トラゾーさんもなんか、ん？なになに？なんだ、お前。なに？お、気をつけろよ、お前、言動には。そう。何も聞いていないはず。これでロボロ死んでたらめっちゃ笑うんだけどな。え、怖っ。え、ほんと大先生のこと俺こんな信用していいのか。大丈夫っすよ、ペンさん。大丈夫ですよね。これペンさんがもともといたところにいるとか、死体が。え、でもロボロ見てないな、ほんとに。いや、マジで見ないっすね。いや、いないわ、さすがに。いない。次の会議出たいね。でもそうですね、次の会議も出ていきたい。常に出て状況把握していかないと。どこだっけ、こっち。やばい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 、怖い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 。煙幕投げるね。はいはい、ナイスです、ナイスです。え、怖怖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 。あ、これ絶対殺人起きたって。これ殺人起きてないならおかしい。うん、あの二人は逃げてるだけ。そうそう。え、これさ、ちょっと相手にアイテム見せて、俺らが使ってないって証明しよう。あ、そうですね、確かに。アイテムを見せていく。うん、これすごい。あれだ、俺らじゃないわ、この俺らとこのメンバーじゃない、はいはい。あ、チーノさんはこれ盾がもうアイテムっていうことなんですね。そう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 。あー、じゃあ、え、これトラゾーさん何も持ってないな。トラゾーさん説じゃん。あれ？これはこれトラゾーさん説だな。怪しいな。え、これワンチャンやってもいいな。ワンチャンやってもいいな。でもこれやったら多分他のメンバーが狙われるんだよな、これ。まあ、とりあえず危ないって思う。いや、でも、分かってるんじゃないですか、みんな。さすがに、トラゾーさん、やばいっていう。これ、トラゾーさんだよね。だって、アイテム見せ合うのやってましたもんね、このやってた、やってた。トーテム持ってるやつ。あ、死ぬ！ちょっと、質問なんですけど。僕も一つ言いたいことがあるんですけど。はい。トラゾーさん。はいはい、あんた黒だよ。俺もめっちゃ怪しいと思ってます。なんでや。さっきの停電の時何してました？停電の時俺はもう端っこにいたけど。なんか、あー、もうロボロさんと一緒にいた？いや、ロボさんとはね、別れてる。あ、本当？停電が起きて、でみんな逃げ隠れて。え、ロボロさんは役職何って言ってたの？さっきロボさんはね、村人って言ってた。おー、うん、でさっき会議に入れなかったから、うん、左右にもう別れときましょうって言って、あーで会議に、あの ロボロさんは抜けて お前に会議譲ったってことね。その停電が起きた後にみんなでこう自分のアイテムをこう見せ合ったんだよ。でもトラゾーだけ見せてくれなくて、はいはいはい、トラゾー何持ってたの？お前見せてくれよ。あ、何が？何アイテム？もしかしたら停電したのトラゾーなんかなと思ったけど。おいおいおい、しかもさ、お前ロボロさん死んでんの知ってんだよ、こっちは。え、死んでんの？死体があったんだよ、大先生と。お前はロボロさんと通じてるはずなのに、電話が通じてるふりをしている。お前が黒だ、トラゾー。そうなのか、トラゾー。ペイント、俺はな、狂人で。大変だ。あ、どうしたんですか？大変だ。何事ですか？俺はとうとう詰めましたよ、彼を。お、トラさんでした？トラゾーは、はい、狂人らしいです。え、どうやって分かったんですか？
え、あのロブロさん どんな感じみたいなブラフかましたんすよ。あ、はいはい。もう死んでるのにいてる体の話してる体の話をしてたから、トラゾーが。あー、なるほど。もう割れちゃったんすよ、その時点で詰めたら。俺は狂人だよっつって正体表しましたね。トラさん、トラさん狂人か。とりあえずだからトラゾーを見つければ倒した方がいいです。そうっすね。いやでもなんかクロナーさん割と白目ななんか言動してたんで、ほんと死にシャオクロ寄りなのかもしんない、うん、あ、シャオロンと、あ、ちょっと待って、ペンさん、気をつけて。シャオ死にいます、シャオ死にいます、ここ。うわー、怖い、死んだな。いや、これは死んだわ。いや、死んだです、まだまだまだ耐えてますよ。え、これあんじゃないの、ほんとに。いや、絶対そう、もうなんかずっと一緒っすもんね、あれ。ずっと一緒にいるのなんかちょっと怪しいっすよ。うわ、怖っ。あんじゃないの、ほんとに。うわ、ガチで怖い。これ、ペンさんのこの怯え、白だろ。いや、ん？あぁ！え、なに？ペンさん？嘘、ほんとに？これどっち？いや、これ嘘です。なんだよ。ペインターやぁ！あ、ぶっくりした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 、ガチで殺しそうになったって。反射神経に今殺すようになったって。マジでビビった。何やってんの俺。いやマジで本当にもう。ああ、どうしたんすか。え、ペンさん。いや、ちょ待って、今目の前に死にシャオがいます。ちょっと来てほしい、祭壇前に。あ、いるいる、いますよ、いますわ。でもなんか下がってますよ。あ、下がった。なんだと、一体どうなってんだよ。あ、会議室、ここじゃない。俺たちの遠くっす。一階かこれ。会議行きますか。あー、クロノーさんいる。あ、いるんだ、いるんだ。後ろ後ろ後ろ。クロノーさんの話を聞きたい。そうだね、行こう、会議。会議、どっち行きます。死神くん行っていいよ。あ、いいですか。うん。こっちはトラゾーにやられました、チーノさんは。え、マジっすか。はい。そうです。で、僕がトラゾーさんを倒したんですけど。あ、ナイス。そうなんだ、はい、よかった。え、さっきの会議、何があったんですか。トラゾーさんが狂人であることを自供したってさっきペンさんから聞いたんですけど。自供したんだよ、その俺とペイントとトラゾーの会議で。なんだそれは。で、その後すぐにチーノさんがトラゾーに撃たれて。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、狂人、なるほど。で、ここでもうカミングアウトしたけど、俺はもう探偵なんで、ね、あ、そうなんですか。探偵なんですね。そう。え、誰かやりました、探偵。いや、まだやってない。だからなんか死体があったらやろうかなと思ったけど。ロボロさんの死体は目の前で消えました、僕。もう消えちゃったよね。そうですね、はい、トラゾーさんが本当に人狼じゃなく狂人だったか確定させておいた方がいい説はありますか、ワンチャン。あー、そうですね、それ見るのもありだと思います。まあなんかトラゾーはもうロボロさんもやって、うんうん、と誰だろう、とチーノさんもやってって感じなんで。はいはいはい、はい、うちペア生きてるんで、まあそれぐらいで被害は済んでるんですかね。多分そうですね。なるほど。え、もうペイントさんは怪しい言動とかは。いや、でもトラゾーを見破ってたんで。おとなしいんだ。狂人炙ったんで、ペンさん白じゃないかな。トラ推理でトラゾーを見破ったから、まあ割と白目。なるほど。トラゾーさんはもう死んでるらしいです。え？ね、タンパク質撃退？撃退しましたね。シニーがぶっ殺したそうです。で、ノアさんが探偵だったらしいです、やっぱ。はい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 。なんで、ノアさんが一応トラゾーさんの死体見に行くかみたいな感じにはなってます。でも、はい、よく考えてください。なんすか。死体を見つけたのは死神だけなんですよ。確かに。これ、狂人っていう情報をただ黒に伝えただけっていう可能性もあるから。あー、ってことは死にさん黒だか。トラゾー死んでないよ、死んでないけど死んでるよっていう。あー、確かにそれあれあんのか。一応ブラブラブラフかもしれない。あ、俺チーノが殺されたってお伝えしましたっけ。え、いつ。チーノはトラゾーさんにやられたらしいっす。え、なんか会議後すぐにぶち殺されたって言ってました。何が起きてんだよ。いや、死神くん白で会ってくれ。でもあれ、ちょっと待って、ノアさん死んでる。え、え、ノアさん死んどる。死にしゃお。え、これ死にしゃおじゃん。え、エントランスでノアさん死んでます。二人倒します、もうこれ。了解です、了解です。え、俺大先生のことこんな信用していいの。信じてください、ペンさん。何
何も情報がないんで、あなたを本当に信じる。いや、そうなんすよね、これが。いやでも、ここでドタンガペンさん苦労なしっすよ、本当に。いや、俺マジの村人なんすよ。あ、シャロンいますわ、エントランスっす。やってもいいんじゃない、もう。これや、あり、これあり、本当に。次の会議待つかどうかすごい悩みません？確かに、次の会議まで生き残れたらガチでかい。でも向かってる最中にこう出待ちってか入り待ちしてる可能性もありますよね。ワンチャンあります。でも死に者は今とりあえず見えてます。おい、こんな白熱した。うわ、なんかやだな。ち、そうだ。あ、でもそうか。え、ちょっと待ってください、ペンさん、これじゃあ俺ら二人しか残ってない？そうですよ。そうっすよね、この4人で終わりってこと。終わり。会議室2階です。俺ちょっととりあえず入りますわ。おい、はい、お前らだろ。お前が人狼なんだろ。今どういう状況なんですか？あのエントランスで能さんが死んでるのは見ましたか？え、マジっすか？マジ？え、知らない？見てないです。え、じゃあペンさんじゃん。え、ペンさんなの？だってずっと2人で別々に行動してますよね。そうっすね。しかもお前あれペンさんチョンリマ使ってんの知ってる？あ、知ってる知ってる。ああ、そう、知ってるんだ。あれどういうやつだったんですか？なんか僕らのこと使って殺したんじゃないの？いや、ペンさんはもうお腹が空いて走れないからあれ飲むって言って、俺効果効果2分あるんでどうぞって。そういうことなんだ。 え、お前白だったらペンさんやらね。いや、ありだなこれ。いや、ちょっと待って。でも俺、いや、俺らはあのシニーがあれなんだよ、虎蔵さん倒して。うん、え、でもそう。え、そっか。で、俺はあのロボロから拾った透明化を死神くんに渡してるから。そうなんです、もらったんですよ、さすがに。え、でもさ、もうここはもうさっきさ、うん、あのノアさんが探偵ですって言い切った後にノアさんぶっ殺されて、ノアさんの近くにいたの死にっすよね。え、いや、でも俺ずっと死神くんといたから。ちょっと待って待って、誤解だったらごめん、誤解だわ。じゃあ、これ待って、大先生も分かんなくなってきた。いや、から怖いな、これ。から俺は、え、ワンチャン死にあると思ってずっと探してたのは正直なところ。はいはい、あ、そうでしょ。死神くんはでも虎蔵さん倒してるから。そっか。そうなんですよ。俺は人狼だ、違う、狂人だって言ったんですもんね。あそこで、黒陣営だったら虎蔵さんと共謀して俺を殺しに来るはずだから。確かにそれは。ペンさん倒そう。わかった。え、死に大丈夫だよね。死神くん大丈夫だよね。いやいやいや、大丈夫。いや、でも怖かった、むしろ大先生が。そう、まあでもずっと別々に行動してるから言いたい放題ですもんね、そうやって。確かに。これちょっと大先生を前に行かして、はいはいはい、本当にペンさんを倒しに行くか見よう。そうですね、これはもう。いや、でも絶対クロノアさん倒した時にチョンリバ使ってるはずなんやね、あれ。もうあの感じだったら、うん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 、絶対そうだと思うんだよな。絶対ペンさん使って倒して、そう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 、そのまま探索してたみたいな。絶対ペンさんだこれ。いや、決めに来てたと思うんだよな。そうなんだよな。でもそう考えると、なんであそこで、あ、俺たちが多分2人いたからかな、あそこで攻撃してこなかったのは。あ、そういうことか。1人倒せても、まあ、大先生も仲間じゃないなら近くにいましたからね。そうだよね。え、こわ。状況が、いや、もうあの2人が組んでたら僕らめっちゃ引きずり込まれるんですよね。そうだよね。これ今ついてきてついてきてる、この部屋入れてみたいなのがちょっと怖い。怖い。え、これワンチャン安心するためにウッチ先生殺すっていうのはワンチャンありだよ。うーわー、うわー。で、まあどちらにしても2対1で有利な構図にはなるから。なるほどなるほど。ただ俺が危惧してんのは、ウッチ先生殺した瞬間に死神くんが俺のことを撃ってこないかね。いや俺はでももう信じてるから。でも怖いな、僕そのなんか1対1みたいな構図になっちゃうの。あーあー、撃って。まずぼっちスタートなんですけど。なるほど、合流からすか。じゃあクロノアさんは、僕の役職は預言者です。え、マジっすか。もちろんクロノアさんを預言させていただきました。お、人狼ではありません。あー、なるほど。安心だ。いや、確かにその通りですけど。きたー。ノアさんどうですか。
まあここまで来たらあれですよね、千乃さんちょっと信じて、お、まあ、自分が探偵なんですけど、おー、俺はな、狂人だよ。どうします、筋肉の話でもします、じゃ あ僕らだって推理要素がないですからね、これ何やります、レッグプレスかスクワットですか。あ、まあでも基本的にランニングマシーンあるんで。あー、そっか、なんかジムベアありましたね、トラゾーさんち。そうそうだわ。いやー痛い、なんだよ。いやー、ロボロさん、こうなりましたか。役職なんですか。役職は、うん、村人でございます。あ、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 トラゾウさん、トラゾウさん、トラゾウさん、オッケー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 、トラゾウさんだ、トラゾウさん、トラゾウさんだ、トラゾウさんがチーノに向かって撃ってたから、死神くんが今やってくれた、トラゾウさん、僕やりました。あ、もう信用するわ。ちょっと待って、死神くんがもうほぼ俺の中で白角だから、これロボロから拾ったこの超強いアイテム渡しとくわ、はいはいはい、で、ここでもうカミングアウトしたけど俺はもう探偵。ちょっと待って、狂人ってことは人狼があと2いる可能性あるってこと。そうですね。やばいな。これワンチャン安心するために宇津先生殺すっていうのはワンチャンありだよ。うわー、うわー、あー、うわー、いやはや、いやはや、さてちょっと役職の確認から。なるほどなるほどね、なるほどなるほど。え、ノーさん死んどる、ペンさん倒そう、わかった。なんかあのペンさん倒そうってなんかめっちゃ持ちかけられました。あ、いやでも俺ね、死にやと思うんすけどね。いやもう死神だろこれ。はい、ペンさんちなみになんですけど、はい、ペンさん人狼っすか。いや、村人です。村人ですか。はい。ペンさん、ペンさん、ここ俺衝撃のカミングアウトいいっすか。嘘だろ、ペンさん俺人狼っすよ。大先生。これどっちの反応っすか、ペンさん。え、マジっすか。これマジっすね。俺誰も殺してないってことは、はい、トラゾーと大先生が殺してくれたってこと。え、いや、ちなみに俺誰も殺してないっすよ。え、じゃあトラゾーが殺したの。え、ノアさんが死んだ意味がわからない。え、え、ペンさん人狼なんすか。はい。じゃあ、今俺後ろにいる死に者をぶち殺しますね。え、もう終わりじゃん、それで。ジジジジジ、ちょっと待って、死に殺される。あれ、倒しちゃった。え、終わった。あれ、ちょっと待って、終わんない。あ、ペンさん、ペンさん人狼じゃないな。はい、村人っすよ。フェイント一騎打ちと行こうじゃねえかよ。くそ、フェイント、くそ、俺は乗せられた。さあ、俺と一対一の勝負だ。くそ、俺が信じた、くそ。俺はただの村人さ。やっぱり死にだったのか。くそ、無抵抗の死にを殺してしまった俺は。え、二人殺したんすか。やっちゃいました。やっちゃったよ、ごめん死に。終わらせてやるよ。どっちが軽側か教えてやるよ。俺は門町なんて卑怯なことはしねえぜ。ほう、向かってくるのか、このペイントに。向かうぜ。じゃあ俺も向かわせてもらうぜ。面白くなってきたじゃねえか。どこだ。うわ、こんな一番最初の戦いでさ、どこだ、一番最初でこんな緊張する展開ある。え、これでペンさん門待ちとかしてたら本当にもうちょっとあれっすよ。え、もう場を暗走してもらいますよ。
いや、えぐ、やってることえぐってペンさん、嘘つき、あペイントエントランスにはいたようだな、なにエントランスにはいたようだな、なにてめふっ、おらふっ、おらこれは、バロランとなんだバロランと、おらおらよーしバロランとなんだバロランと、おらおらよーし舐めるなよこの俺は舐めるな、うわあ、シニーが強靭だったのか、うわーし